海と日本、海と日本プロジェクト in ガッチャンコ北海道、応援リーダーの谷口博美です。今日は札幌ドームに来ています。子どもたちに環境への意識を高めてもらおうというイベント、環境広場札幌が開催されています。スポーツ、教育、そして今話題の SDGs などさまざまな分野の団体が出展していますが、こちら環境ゾーンにあるのが HBC モンスケパークです。モンスケパークでは地元の海を PR するポスターを作って競う海ポスや、小学校5、6年生を対象に2泊3日で行ったイベント、昆布を知ってシャコタンの海を楽しもうの模様が展示されています。そしてこちらのパネルをご覧ください。北海道ゴミゼロプロジェクト大作戦と書かれていますが、これは北海道の人口およそ530万人にちなんでいて、北海道に住む私たち全員が海や海岸に集まる、いわゆる海洋ごみの問題について考えてみませんかというプロジェクトです。北海道は太平洋、日本海、オホーツク海に囲まれています。これに津軽海峡と内陸を合わせた5カ所の海洋ごみをそれぞれの地域の小学生たちに調査してもらおうと企画しました。太平洋は白糠町、日本海は小樽市、オホーツク海は網走市、津軽海峡は函館市、そして内陸の札幌市で調査をしました。北海道博物館の円谷貴文さんにお越しいただきました。それぞれの地域で特徴は出ましたか？はい、そうですね、プラスチック製品が第1位ということで、どの地域でも見つかるということが分かりました。その中の海外の製品に例えば着目してみますと、日本海側ですとか、あと津軽海峡のあたりですと、中国や韓国といった、アジアの地域のものが多くて、で逆に白糠の方とかではロシア製品が特徴的に見つかりました。そういった北海道を取り巻く自然環境との関わりの中で、その地域差というのが出てきたのかなというふうに思います。今回各地の調査に参加した子どもたちにとって、海洋ごみを調べることは地元の海に関心を持つきっかけにつながったのではないでしょうか。私も次に海に行く機会があれば気をつけて見てみたいと思います。海と日本。